はい、皆さんこんにちは、グラワディスシンです。今日は皆さんにこう黄色系の、ね、アレンジメントを、紹介します。で後ほど、ね、花材紹介もしますけれども、タイトルにもあったようにその中にこうリボンを使います。でそのリボンの作り方を冒頭にこうちょっとだけお見せしたいと思います。実はリボンはね、今後リボンだけの動画っていうのをこういろんなアーティストを集めたり僕だけでやったりとかをしていこうとは思っているんですけれども、どうしてもこうリボンの作り方をね知りたいっていう方が多いので、ちょっとだけ先にやりたいと思います。僕のリボンの作り方が結構独特で、他の人とは全く違うので、多分1回ではね分からないと思うんですが、まあ動画だったら何回でも見れると思うんですが、一応この触りだけ先にやってみたいと思います。ではどうぞ。はい、ではですね、リボンの作り方、まず花束なんかにつけるリボンをつける場合、こうリボンでリボンを縛ります。そういう時はまあね、先にこう縛るところのリボンを、こう切っておきますね。そしたらまずこう僕の場合はね、こうリボンを先に垂らすところを持ちますね。でここで持ったらループを作ります。ループを作ったらここでひねりますね。ここで折り返してひねって反対側のループを作ります。そしたら今度センターのループを作ります。そしたらまたサイドのループを作ります。そこでまた右サイドのループを作ります。そしたら今度またセンターのループをこう作ります。今こういう感じになってますよね、リボンがね。そうすると今度ここにループが欲しくなるので、ここにループを作りますね。でじゃあ反対側のループが今度なくなったんで、ループを反対側に作ります。じゃあ、今度は普通真ん中にループを作りたいなと思う人もいるかもしれませんが、今度はまた同じようにね、左右にループを作りたいと思ったら左右にこうループを作ります。で最後にこうまた真ん中にループを作ります。これ実はね、こう僕のリボンの作り方って、よくこう基本形であるリボンだと、こう左右真ん中とか真ん中左右、あ、真ん中左右かとか決まっていて、棒の数とかも決まっちゃうんですね。だからなんかツートップなんとかループとかっていう表記の仕方とかをするんですけれども、基本的にあれを聞いた時に僕はねすごいクエスチョンだったんです。っていうのが僕のリボンの中ではそれが当てはまらないんですね。自分の好きなところに好きなループを作れるんですよ、実はこのリボンの作り方だと。なので、今これでここの真ん中に先ほど切ったリボンを、まあ、このように通して、で、まあ、ここでねリボンをこう縛ってあげれば、もうこれでリボン出来上がってね、最後に切り離されてる、そこでリボン出来上がるわけです。こうですね。でこの作り方だと自分の好きなところにループをいつでも作れるんで、どんなリボンでも作れますね。なのでまたね、これは詳しく皆さんにお伝えしますけれども、こういうリボンの作り方もあるということですね。今日はそれを覚えておいてください。ていうかこれもう動画長すぎっから、リボンだけの動画にしようかな。黄色のアレンジメントは次の動画で紹介していきますね。ではここでとりあえず今日はね、リボンの作り方を紹介してで終わりたいと思います。
今ねお話しましたが、リボン、本当は冒頭でリボンやってその後アレンジメントを皆さんに紹介しようと思ったんですけれども、だからリボンだけで白熱しちゃったんで、今日リボンだけにします。これはねこう花束につけるリボンです。これ要はリボンでリボンを結んでるんで、これを縛れば花束につけられますね。あとはワイヤーでこうアレンジに刺すようなリボンを作る方法もあります。今もちょっと前に言いましたが、僕の作り方だとどこでもループが作れるんです。これは、僕は普通だったんですけど、なんか皆さんっていうかよく聞くいろんな人にとってはというか、いろんな人が全然作ってる方法が、よくわかんなくなっちゃったけど、とにかく僕は普通だけど皆さんにとっては普通じゃないらしいんですよねこれね。なのでまあこういうね普通じゃないリボンの作り方してる人も多分いっぱいいると思うんで、これからもリボンについては特集を組んだりとかして、また僕のねこの作り方のリボンもいろんな形にできるんで、それはそれでまた一本リボン動画を作ろうと思いますが、とりあえずこれが僕のリボンの 今お見せしたのは僕のリボンの基本というんです。なのでまあ覚えたい人は覚えてください。結構綺麗だって言われますよ。では次回の動画で黄色系のアレンジメントを紹介したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.